ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は三条通り沿いにございまして、 JR 奈良駅までも徒歩すぐの場所にございます、プラネスーペリア奈良三条通りをご紹介させていただきます。こちらはゆったり広々の 3LDK のお部屋となっております。それでは早速中を見ていきます。まず最初に紹介させていただくのがこちらですね。広々としている LDK のスペースとなっております。こちらは分譲賃貸マンションということで十分な広さがございますので、ソファーやテレビ、ダイニングテーブルなどを置いていただいて、お食事を楽しんでいただいたり、ご家族でくつろいでいただける、そんなスペースとなっております。こちらのお部屋は東向きのお部屋となっておりまして、こちらからですね、ゆったりとしたサイズのバルコニーに出ることができます。バルコニーの広さももちろんしっかりとございますし、眺望の方もですね、東向きということでですね、若草山が一望できる抜群のロケーションとなっております。それではこちらですね、洋室をご紹介させていただきます。はい、こちらの洋室の方もですね、先ほどと同じように東向きのバルコニーに出ることができる洋室となっております。こちらの洋室ですね、広さもしっかりとございますし、収納の方もですね、こちら開けていただければこんな感じでたっぷりとございます。こちらの収納はですね、服をかけていただくのはもちろんですね、このようにですね、ほぼ無段階でですね、こちらの収納の高さを変えることができますので、入れるものに合わせて選んでいただけるような便利な収納となっております。それでは他の部分ですね、ご紹介させていただきます。次はキッチンをご紹介させていただきます。はい、キッチンもですね、使いやすいですね、カウンターキッチンとなっておりまして、コンロは3口コンロが入っているシステムキッチンとなっております。調理するスペースもしっかりとございますし、シンクもかなり幅が広くなっております。このようにですね、換気扇の方も大きなものがついておりますし、収納の方もですね、上の収納とあと便利な引き出しの収納ですね、たっぷりございます。また、こちらですね、食洗機の方もついておりますので、非常に充実した、キッチン周りとなっております。もちろんキッチンの後ろのスペース、冷蔵庫など置いていただくスペースもしっかりとございますし、小物の収納に便利なですね、こんな棚もついております。そしてこちらのお部屋、隣にですね、和室の4畳半がございまして、こちらもですね、十分な広さと、そして大きな収納がついております。お布団も十分に収納することができます。そしてこちらのマンションはオートロック付きとなっておりまして、こちらでですね、モニターを見ながらですね、オートロックの方を解除していただけますし、その横にはですね、給湯のボタンの方もつけております。それではこちらですね、ご案内させていただきます。こちらのお部屋は共用廊下側の洋室となっておりまして、こちらもですね、広さ十分ございまして、収納の方もですね、壁一面が収納になっておりますので、ちょっとずつ開けていきますね。まずですね、このような感じで棚、収納棚になってまして、その横はクローゼットタイプとなっております。そしてもう一つ、クローゼットタイプがありまして、この端っこまでしっかりとクローゼットタイプの収納がついておりますので、非常にですね、たっぷりと物を入れていただけるお部屋となっております。それでは次は水回りをご紹介させていただきます。まずお風呂からですね。お風呂もですね、かなりゆったりとしたサイズとなっておりまして、シャワーはもちろんですね、浴室乾燥機やミストサウナといった非常に設備の充実しているお部屋となっております。洗濯機はもちろん室内に置けますし、洗面台もですね、非常にワイドなサイズとなっておりまして、もちろんシャンプードレッサーとなっております。洗面所を出ていただいてすぐのところにウォシュレットタイプのお手洗いがございます。最後は玄関のスペースですが、玄関のスペースも非常にゆったりとしたサイズがございまして、横にですね、少し物を置いていただくような棚もついております。また下駄箱の方もですね、こちらたっぷりとしたサイズがございまして、下駄箱の横にはですね、こんな感じでですね、玄関収納の方もつけておりますので、レジャー用品などもですね、十分収納することができます。
はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。